こんにちは、すゑひろです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画は自己アフィリで稼ぐ方法ハピタス編について説明していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。でまず誰でも簡単にできるアフィリエイト方法ということで、自己アフィリエイトとは自身が商品やサービスに申し込みし報酬が発生するシステムです。 ASP から直接申し込むことをセルフバックと言います。ちょっと怪しいようにも思われがちですが、もちろん合法であり歴史とした正式なアフィリエイト手法です。はい、分かりやすいイメージとしては、テレビ CM やラジオ、雑誌やネット等で広告宣伝されている今なら無料サンプル提供中とかキャッシュバックキャンペーン中という感じですね。で、セルフバックを始めるために必要なものはメールアドレスと銀行口座のみ、基本この2つですね。そのためにはまずフリーメールのアカウントを所得していきましょう。では早速自己アフィリで稼いでみよう。自己アフィリの方法、自己アフィリとには2種類の方法があります。1、サービスの申し込み系、いわゆる期間限定ポイントサービスってことですね。2、商品の購入、いわゆる割引分のキャッシュバックってことですね。で、おすすめはサービスの申し込み系です。では今回は自己アフィリでも簡単なハピタスでやってみましょう。ではこちらのリンクからサイトに飛んでいきたいと思います。はい、こちらがハピタスの、登録画面の方ですね。こういう感じでポイントが、現金やギフト券に換金できるということですね。で、はい、こちらをクリックしますと、まずはメールアドレスですね。で、あなたの任意のパスワードとニックネームを登録して次に行きます。そうですね。あと、だんだんあなたの個人情報を入力していきますと、最終的には、今登録しましたメールの方にメールが届きます。で、そのメール内に、リンクがありますので、そのリンクをクリックしますと、とりあえず仮登録は終了ということですね。で、その後、電話番号の承認といたしまして、かといって電話がかかってくるわけじゃないんですけど、ショートメールの方にですね、ハピタスの方からメッセージが来ます。そのメッセージの中に4桁か5桁の番号がありますので、その番号を入力しますと、本登録という形になります。はい、こちらがハピタスのトップページですね。まあ、こちらからログイン、もしくはもう今の流れでいきますと、そのままログイン状態になっていると思います。で、セルフバックをどうやってやるかという説明をしていきたいと思います。こちらにいっぱい広告がありますけど、ね、ここをクリックしますと、ショッピングで貯めるという、ね、いろんなジャンルの別に商品が分かれていますけど、まあ、一番いいのはこの 100% バック。こちらから商品を探すのが一番いいでしょう。100% バックとは、要するに実質商品代は無料ということですね。商品代金分のポイントが返ってくるということです。なので実質、送料のみで商品が手に入るということですね。このように、今現在キャンペーン中の商品がありますので、こちらのポイントが高い、まあ、こういうものですね、ポイントが高いものから購入していくのがよろしいかと思います。で、実質タダで買えますので送料のみで、で届いた商品を、
メルカリやヤフオクなどで転売してまた稼ぐというのが一番いいと思います。はい、次ですね、サービスで貯めるですね。要するにサービスとは何かと言いますと、基本、申し込み系のやつとですね、こういうふうにいっぱいあります。で、サービス系で一番の手っ取り早くておすすめなのはクレジットカードですね。はい、こちらがクレジットカードの、サイトですね。はい、このように、今キャンペーン中のカードがいっぱいありますので、こちらからポイントの高い順にカードを作っていって、ポイントを貯めてください。作ったカードはね、別にそのカードは届いたからって使う必要はありませんので、安心してください。で、キャッシュカードの場合ですね、一気に作るとちょっとカードブラックというか、まあちょっと引っかかったりしますので、まあ、大体月に 2、3枚くらいで、作った方がいいと思います。はい、次、はい、こちらは保険ですね。保険の申し込み、もしくは見積もりね、こういう感じで見積もりをするだけで、無料見積もりをするだけでポイントがもらえるところですね。まあ見積もりしながら、保険を見積もりしながら、まあ実際入ってもいいですと思いますし、タイミングによってそれはお任せします。とりあえず見積もりだけでもこれだけ結構高いポイントがもらえるってことですね。こちらもおすすめです。あとは、はい、こちらは FX のサイトですね。で、 FX もポイントがかなり高いです。FX の場合は口座開設プラス取引って感じですかね。ですね、口座開設取引で、そうですね入金がいくら以上、取引が何回以上っていうちょっと条件が各会社によってあると思うんですけど、そちらを見ながら、各地で進めてみてください。ね、こちらは美容エステ、女性の方でしたらね、綺麗になりながら、こちらはねポイントも貯めてお金も貯めれるということで、この辺もポイントの高い順から、はい、ぜひ見積もりしてみてください。で、次に、ポイントの交換ですね。ポイントはこういうふうにギフト券や、他社のポイント、ウェブマネーなどに、換金できます。もちろん現金にも換金できます。現金の換金方法はこちらですね。こういう感じですね。レートがありますので、ポイントがたまり次第、各地で換金申し込みをして、換金してください。で、1ヶ月、3万ポイントまでという条件があるので、まあ、3万ポイントずつ毎月換金してください。はい、本日の動画は以上です。どうもありがとうございました。